今週は甲子園また行ってきました。っていうかね、今週僕、あの、この番組の、皆さんにいただいてるメールを選んでる場所が、基本新幹線の中です。やったら、その、大阪のロケの仕事があって、1日泊まって、それこそ清宮くんの日に、甲子園行ったんですよ。すごかった。もう今まで、1回戦で、あそこまでの超満員見たことない。もう、えー、1回戦で8時からなんですよ。 午前8時から。でいて、始発の新幹線で、例えば東京から新大阪行って、甲子園行くっていう感じだと、8時には着かないんですよ。だから、その8時の段階では、1回戦の第1試合って基本空いてるとそんな混んでないんですよ。だけど、今回の清宮君に関しては、もう回、回、試合開始1時間前で全席売り切れっていう状況で、 で、もうメジャーになりましたけど、そのアメトークの高校野球芸人出てくる人力車の池田くん、池ちゃんっていう芸人が、あのー、 本当に脳塾をしてずっと毎、毎試合、自分の何か特別な仕事がある日以外は毎試合甲子園に行ってるんで、で、池ちゃんに頼んで、あのー、朝、なるべく早く行きますけどっていう、じゃあちょっと、あの、席とチケット取っといてっていう話をして、で、池ちゃんとこ行くんですけど、もうみんな池ちゃんを頼りにしてるから、もう見てるメンツがすごくて、<laughs> 見てるメンツが、俺は池ちゃんとしか面識がなくて、したら、まず磁石の長沢くんっていう、 えー、ザ・マンザイの多分、一回ファイナリストかなかなってる、ね、磁石の長沢くんで、ホリプロの後,後輩が来て。で、多分長沢くんと池ちゃんは池ちゃん長沢くんぐらいの中なんですよ。同じ同期ぐらいの。で、そこに俺が来るっていう、その、長沢くんからしてみたら、あ、なんかい,いるっていう <laughs> <laughs> 感じじゃん。で、そこに渡部くんが、渡部くんはもともとその池ちゃんが高校野球好きになったのは、 渡辺くんと、が、まあ、池ちゃんの先輩で、その、より先に売れてる、その先輩の渡辺くんにくっついて、高校役見るようになって、で、それこそ、えっ、ー、と、渡辺くんよりどっぷりハマったみたいなパターンで、で、渡辺くんいいんだけど、俺と、渡部君、渡辺くん、渡辺くんの方が売れてるけど、<laughs> <laughs> ね、もうテレビいっぱい出てるけど、俺の方が先輩だし、っていう感じじゃん。 で、渡辺くんはたまたま他の仕事取材も入ってるから、ちょっと席外し、外して、ちょっと違う席にいたんだけど、で、さらにそこに、アメトークの、家事、プロデューサー。あの人野球好きだって、やっぱりあんだけ野球企画やるから。でも俺アメトーク出てないから、あんまその、仕事したことないわけじゃないけど、なんか関係性の変な、その、池ちゃん、長沢。で、長沢からしてみたらさ、大プロデューサーじゃ、その、 それこそ、えー、アメトーク出て売れてく若いお笑いの子いっぱいいるわけで、みんな、それある程度面倒見てる関係だから、そのメンツで、こう、<laughs> <laughs> 野球見てんだけど、みんなね、イケちゃんの副音声が超欲しいの。<laughs> その、イケちゃんも、イちゃんの好きさは、今、すごく、その、アメトークの高校野球芸人ができてから、いろんな、まあ、いろんな芸人が、あそこは掘れば何か出てくるんだっていうんで、 あの、自称高校野球大好き芸人は、まあ、増えてるんですよ。で、えー、本人たちも、いろんな資料を暗記したりとか、一生懸命、こう、観戦、テレビ観戦したりしてますけど、結局、本当に好きなやつのレベルには、基本叶わねえな、つって。俺、第2試合で帰って、その第2試合で帰った後、どうしても外せない仕事があって、第3試合から来たのは、あの、上条くん。これまた本物の、あの、アメトークの高校野球芸人の。だから、 池ちゃん、上条くん、レベルのやつなんかもう現れないなと思うのは、いけちゃんもだからさ、どこどこの学校に、学校の体育教員のなんとかっていう人が、えっ、ー、と、何年も野球部のアドバイザーをしてたんだけど、ここの学校に転勤になったせいで、ここの学校とここの学校の野球のスタイルが実は似てるんです、みたいなこと知ってるわけ。 それって普通のさ、教師の転勤の話だよね。別に野球の話じゃ全然ないじゃん。でもなんか池ちゃんが言うには、いっぱいいろんなことで池ちゃんから聞いたのですごいのは、僕なんかよりすごい人いますっていう、そのタレントじゃなくてすごい人は、この球児のお父さんが、えー、っと、野球、元野球選手でお母さんが水泳の、こう、 国体出るような選手だから、決闘的にこいつはどうみたいのを、知ってたりとか、注目選手いるって言われたら、何々高校の誰々選手の弟が、今中学校2年生なんですけど、中2のやつの話じゃん、それっていう。チンゲが生えたかどうかのやつの、話でしょ。もうなんかあの、ここで言えない話から言える話まで、 まあ、知ってるからさ、もう池ちゃん副音声がすげえ欲しいから、席のフォーメーションが池ちゃんを中心にみんながこう横に座って、<laughs> でも本当にこうちょっとしたこう何かこうピッチャーの、が打たれ始めたりすると、ここのピッチャーどうなってんのっていうと、えっ、ー、と、3年生の控えがこうでうと1年生の彼がこうで、で、この人は、えっと、中学生のジャパンの世界大会でどこどこ守っててみたいのまで、 で、それも見に行くらしいんだよね。いけちゃんのすごいところプロ野球あんま詳しくないの。なんでかっていうと、<laughs> 高校野球を見てたら、もう、だって中2からもう高校野球を見るために、中2から追っかけてるじゃん、そい、そいつを。なっちゃうと、もうプロ行った先の言葉で追ってられないっていう、レベル、らしくて、延々と。で、もうすごい楽しく観戦させてもらって、でも現地行くといいなと思ったのは、ちょうどその日は、 第2試合で切り上げて俺東京帰んないとさすがにちょっと仕事があるっていう状況で。で、第2試合が、明徳義塾対鶴賀ケ比っていう今回の1回戦で当たるカードの中では一番強いもん同士、競合同士なんじゃないかっていう。で、しかも、えー、鶴賀ケ比は前評判すごい高いんですよ。<laughs> でも明徳義塾はす、す、すごい、もともと名門で、 17回甲子園、夏の甲子園出てるけど、甲子園出たら必ず1回戦は勝つっていう、負けたことがないっていうチームだから、前評判高い鶴が消費も、これはその明徳のジンクスを破れねえんじゃねえか、つって。ね。で、その試合で、まあ、これが好ゲームなんですよ。明徳がまず、なんだかんだで、まあ、初回の立ち上がりって高校野球やっぱどんないいピッチャーでも、どんな守備のいい内野人でもバタバタするんで、そのバタバタに興じて3対0になるんだけど、 この後あの、名徳の監督なんだっけま淵さんだっけま淵監督って名称がいるんだけど。これが、その、鶴掛妃が打ってランナー貯めて、ここからだってとこになるとピッチャー変える。伝言のタイムを取る。みたいことをやりながら、なんとかごまかしごまかし行くの。なんとかこれリードを守っていくんだけど、一点取り、一点取り、一点取りで同点になり、で延長戦になり、で延長さよならで、ついに名徳のジンクスが破れるの。 鶴がケひがさよなら勝ちするわけ。で、みんな甲子園のファンの人も知ってるから、名徳負けた鶴が勝ったうわーってなるわそれでそのまま効果成唱になって効果を歌い出すんだけど、もう本当に暑い日で、本当にこう、見てる俺たちもどうかなっちゃいそうなぐらい暑い日で、選手もよく倒れねえなって暑い日だったんだけど、効果成唱の途中で、なんか熱で、 後で新聞で知ったのはなんか熱で火災報知器がバグったらしくて、え、演奏の、ま、テープなのか DVD なのかが止まっちゃって、歌がワンコーラスいかずに効果が止まっちゃう。で、止まった途端に、もう感動の勝利、劇的な勝利ですげえもの見たって、甲子園のファンからしてみたら、その、もう、 えー、熱戦の、熱戦の末に勝った敦賀気比を称えるための効果が止まるっていう大失態に対して、ブーイングが湧き始める。何やってんだお前らっていうその運営側に対しての。だけど、はって気づくと、ナインが直立不動で全員歌い続けてる。で、それを見て、それにこうして、応援団も一緒に歌い始めて、全員の手拍子が始まる。 イントロがないから、それアカペラだから、手拍子が始まるのよ。あん時ほど、効果知りたいっていう、お、俺、鶴学劇の生徒じゃねえからさ、効果がわかんない。うろ覚えのわけにもいかないじゃんか。山間で、な、富士を拝んで、宝か、 スポーツブラの紐眩しいツルガー、ツルガーは、多分合ってないでしょ。富士山も遠いし。<laughs> 富士を望まねえし。あとスポーツブラ歌詞に入れる眩しいもの。今何か眩しいもの入れようと思ったら俺の中で高校時代ちょっと眩しかったらスポーツブラの紐だけだな。それが何も出なかったけど。まあ、その感じの感動的な。で、もう多分ね、自分たちがそれイベントとかやってると、 ま、それこそガラスの向こうのミキサーの岡部さんとかイベント PA とかあるじゃないですか。イベントで音の出すタイミングとかすげえみんなやるわけですよ。で、そうすると、あの、ミキサータックのスイッチ1個で、ねフ、フライングで落ちる音出ちゃったりするわけですよ、コントの。ね。<laughs> それやった時の、もこと考えるとさ、もう多分あの音止まったっていう時に、 テレビとかで言う、テレビとか、その我々出のイベントで、お、どうなってんだ音、音音止まってんだっていうのが多分裏では怒号で、わかんねえでやんすっていう、わかんねえでやんすなんか止まったでやんすっていうやつがいてとか、ね。その、親方超怒ってるっていうやつがいたりとか、うわーってなってる中で、仕切り直そうかとか、ね。その一回アナウンス入れて止めようかとか、ね。とぼけちゃおうかとか。 このどさくさにもう俺実家に帰ろうかな。<laughs> もともと、もともとポール・マッカートニーのライブの音響をやりたくてこの仕事に入ったわけだしっていう、<laughs> やめようかなみたいなやつとかも出てくる。中で、彼らがこう、その本当に胸張って歌い続ける。一瞬だけあれってなったの。一瞬だけ、その並んでる、勝ったナインたちも、その選手たちも、あれ、ざわざわってなったんだけど、その後歌い続けるんだ。 あのおかげで多分、親方に怒られるってなってた、その、奴は、首が繋がるっていうか、その、もちろん、これからああいうことがないように、全部その、細かい整備とかやるし、怒られることは怒られると思うけど、なんだろう、もう、全部いい話になるっていうか、あいつの、その、え、大会スタッフの方のミスまでも、全部いい話になったし、 なんかわかんないけど、よかったね、いけちゃん。来年のアメトーク、このネタ言えるねっていう感じの、これ、だって、生で見たわけだしっていう感じとか。うわあなんか俺も最後の最後に、いいもん見たなっていう、これはもうさ、野球好きとかあんま関係ないんだよね、やっぱね。あの時に効果が止まっちゃうっていう、それをさ、なんかこうみんなが、 一瞬変な空気になる、みんな好きだから、それ頑張って勝った、鶴ヶケヒのことを、鶴ヶケヒ関係ない人もすげえと思ったから、止まったことがとても失礼だと思うんだよね。だけど、なんかわかんないけど、最後みんなで歌いきて、わーって拍手になった時に、全員が、なんかもう全部良かったみたいな。あのー、そのミスも含めて、良かったんじゃねえかっていう感じ。 いやーなんかいいもん見たなあ、いちゃんって言ったら、池ちゃん、あの、こうやって効果が歌えなかったケースはですね、第何回大会の北海高校が、一度、なんか大雨と雷雨で、試合終了と同時にもうグラウンドに立ってらんないような状況になって、その、北海高校だったと思うんだけど、その学校が歌わないまま終わるっていう異例の事態があって、しかもその次の試合で負けてしまったっていうエピソードがありましたね、なんて、お前何でも知ってるなっていう。<laughs> 月曜ジャンプ